はい、どうも、としやです。どうも、ともみです。はい、というわけでね、荷物が届きました。何かっていうと、防湿庫ですね。カメラとかレンズをカビから守るような機材入れる箱ですね。でこれがね、1万4000円ぐらいしたんですけど、僕以前ピンタレストっていうところのなんかコンテストに応募したら1万円の賞金ゲットしたんで、その1万円を使って購入しました。だから実質4000円ですね。というわけでちょっとせっかくなんで、機材を直すついでに片付けるついでに、開封をちょっとしてみようかなと思います。というわけで開けていきましょうか、ともちゃん。はい、レッツゴー。はい、ではあ、これこうやんねん、こうやんねん、ピン。瀬戸康史さんがね、瀬戸康史さんがやってたんで。さあ、ピンってやらない、ピン。これ出たっけ。これはこう、これはこうや。これどうやって出したらいいんやろ。伏せながらね、もう金庫みたいな感じになってます。金庫みたいな、こっちが前か。はい、こんな感じです。あ、カメラが反射して、やだ、家映っちゃう。あ、やばい。こんな感じですね。結構で思ってるよりはそんなに重くないかも。はい、あ、でももう開封動画にするほどのものでもないな。これどうしたらいいんやろ。これ鍵出たっけね。これ、あ、開いた。鍵も閉めてんのか、鍵がついてんのかな。さっきペイしたやつじゃん。あ、ペイしたやつに入ってんの。これに鍵が、これコンセント、鍵な、あ、中かな。あ、ここにあるやん。あ、見えないな。ここについてました、裏側にね。ここに、出た出た。トレイがね、入ってます。2段かな、2段分こんな感じか。で、ここがね、ちょっと丸みを帯びててね、こう、こうか、レンズがこう置きやすいようになってんのかな。なってるのとなってないのがあるのかな。で、高さはこれ変えれるみたいです。ここ、まあ、最初はこの段やけどね。うん、まあまあ、この辺はいいか。というわけで、新品の匂いがしますね。新品の匂いが。で、中になんか温度調節できそうなやつが書いてます。これちょっと取りますね、これ。ここ今多分湿度やと思います、これ。外の気温と中の湿度が書いてんのかな、これ。20.7 度と 46% って書いてます。S3 なんで今 ISO16000 で中取れましたね。こんな感じになってます。多分そのなんか調整するつまみがあるのかな。こんな感じになってます。これが2段目、一番下。はい、で、はい。ちょっと電源入れます。電源どこ？そっち。あ、隠したね。オン。オン。じゃあどうなるの？あ、ついたついた。中のランプがなんかつきましたね。ほら、なんかランプついてる。除湿機、可動ランプ、高温と低温があるのかな。基本は真ん中の A からこれ E があるんで、真ん中の C でいいんかな。ちょっと後でちゃんと読むんで、とりあえず C にします。あ、ローでいいんかな。まあちょっとデフォルトにしときます。とりあえずカメラを入れていきます。はい、カメラバッグ持ってきました。ストロボはいいんちゃう。まあ、これはちょっとレンズつけっぱでいきましょうか。あ、そう、あ、違う、これ、あ、1個取ってるわ。なんかないなと思ったら1個取ってた。レンズね、28は取っとんのか。うん、取ってるわ、28取ってるね。あ、もう1個魚眼。はい、こんな感じですね。とりあえずこれと、あと取ってる 28mm 等のレンズが5本です、僕。あ、一応言っとこうか。 18mm、85mm、24-70mm、12mm ですね、と 28mm で、ボディが、あ、55言ったっけ、 55mm と、でボディが α7-3 と 7S3 ですね。一番上はとりあえずボディ入れたいから、まあこうなるか、こうなりますね。せっかくね、2段目このレンズ置き場みたいに丸みあるから、こう置く、こう縦じゃないですもんね。
横にこう置く感じでいくか。もうこうと。これ結構僕ね短いレンズが多いんでこんな感じで奥にこう入れてもこう縦に2列でこう置けますね。こうやって多分長いレンズやったら1本ぐらいですけど僕短いのが多いんでこうやって全然置けますね。ね、ともさん少ないですね。少ないね。下が困った。下はジンバル置こうかな。ジンバルも結構鉄だし上に多分レンズ付きのままボディとボディが2個置けるぐらいですね。レンズ付けたままボディが2個置けるぐらい。2回言っちゃった。はい、で取り出す時はこんな感じ。あ、いいですね。ちょっとジンバル入れてみるわ、せっかくやから。これ僕のあのジユのウィービル S っていうジンバルですね。これがちょうど入ります。余裕もあるぐらい。この船プレートと三脚もね置けるぐらいのサイズ感ですね。これはいいか。これは別にいいもんな、錆びても。45になった。まあ、てな感じでね、僕たち今までねこの防湿庫持ってなかったんでね機材の保管がねちょっと雑になってたかもしれないですね。バッグに入ってたんで。バッグにずっと入れてたんでね、あのちゃんとこれで機材を大事に扱っていこうかなと思います。はい、でもここコーヒーとか置きたいですね。こうやってコーヒー置いて台無しやで。こうした。はい、じゃあ防湿庫届きましたの動画終わりです。さよなら。